平野のしとしゆうたの有料動画がカット、ファンの反応はキングピンス、キンプリが待望の初のベストアルバム、ミスター5・ゴーを発売し、その初日に91.6万枚を売り上げ、折り込んでリーアルバムランキングで首位を獲得しました。しかし、このアルバムのリリースに伴い、グループの構成に大きな変化が訪れ、 さらに、限定版の転売問題とファンクラブ動画の配信期間についての論議が巻き起こっています。アルバムの成功とメンバーの脱退、ミスター・ゴは、キンプリのファンにとって特別な作品となりました。なぜなら、平野紫耀、岸優太、ユ宮タ、ジ太の3人がグループから脱退することが発表され、5人組としての最後のアルバムとなるからです。 平野と神宮寺は脱退後、ジャニーズ事務所からも退所し、今後は長瀬角と高橋山の二人体制となる予定です。この大きな変化が、ファンにとっては感情的な瞬間であり、グループへの愛と支持がさらに高まったことは言うまでもありません。しかし、アルバムの成功に伴い、新たな問題が浮上しました。アルバムの限定版の転売問題。 ミスター5には初回限定版 A、B、通常版の他に、ファンクラブ、FC 限定で発売されたディアーチやラ版が存在します。このディアーチやラ版は、オンラインストアで3月6日から4月4日までの期間限定で1人6点まで予約可能で、定価は4950円税込みでした。ところが、 このディアーチやラバンがプレミア化し、メルカリなどのオンラインプラットフォームで約4倍の2万円でも購入されているとの報告があります。ファンからのリアルタイムの反応は SNS 上に多く投稿されました。一部のファンはこの転売行為に対して失望の声を上げています。以下は一部の反応です。 ティアラ版予約し忘れた私が悪いけどメルカリでたくさん高額転売されてるの見てとてつもなく悲しくなった。ミスター5のティアラ版メルカリとかで高額転売されてるけど、きっとこういうことやってる人たちがリブのチケットも転売してるんだろうな。シシウン、さティアラ版を高額転売してる人は律儀に FC の料金払ってんの ?WW なんかちょっと可愛くない www ファンクラブ動画の論議。アルバムの転売問題だけでなく、キンプリのファンクラブ会員向けに公開された動画の配信期間についても議論が巻き起こっています。これまで5人組メンバーによるメッセージ動画が複数公開されてきましたが、その配信期間が4月に入ってから、 2023年5月22日月23時59分までに短縮されたことから多くのファンが戸惑っています。SNS 上では3人のことを完全に消すんだね、FC 動画削除って完全に抹消や、んなどの声が上がっています。 また、平野さんと岸さんについては、1月22日に放送された、ニノさん、日本テレビ系の総集編に出演した際、有料動画配信サービス、フールーでは彼らの部分がカットされたことも話題となりました。動画については契約上の問題もあるでしょうが、ファンにとっては大切なメッセージが失われたことが悲しい出来事であったことは言うまでもありません。 結論。キンプリの新しいアルバム、ミスター・ゴは、ファンにとって感慨深いものとなりました。グループのメンバー構成の変化と、限定版の転売問題、ファンクラブ動画の配信期間についての論議は、アイドルグループとそのファンとの関係についての興味深い視点を提供しています。ファンクラブ会員向けの動画や限定版商品は、 ファンとアイドルグループとの特別なつながりを築くために提供されています。しかし、転売行為や動画の配信期間の変更は、その関係に影響を与え、ファンたちには戸惑いや落胆を引き起こしています。このような状況を通じて、アイドルグループとそのファンの関係性における課題が浮き彫りになっています。ファンとの信頼関係を築くために、アーティストと事務所、 プロモーターは公平で適切な対応を心がけることが不可欠です。そしてファンもアーティストへの愛とサポートを通じて健全な音楽業界を支えていくことが求められています。